賞味期限が近くなった食材などを寄付するフードドライブの取り組みが県庁で始まりました10月の食品ロス削減月間に合わせて県庁ではフードドライブの取り組みが始まっていますそしてこちらにはインスタントコーヒーや調味料などが集まっていますフードドライブは各家庭で食べきれない食材を 福祉施設などに寄付するもので、県庁では4年前から取り組んでいます。今日から3日間、カップラーメンや缶詰など賞味期限が近くなったものや、災害用に備蓄していた食品などを県職員が持ち寄ります。集まった食品はフードバンク大分を通じて、県内の福祉施設や子ども食堂などに届けられます。 やはりその廃棄物の削減、えゴミの削減ということにつながっていくかと思いますえそれからまあ福祉の観点でいうと、えー、困っている方々にとって大変有効な活用ではないかなと思っております昨年度は351点の食品が寄付されたということです